おかんまだかな。今日はおかんと PVP するんだよな。PVP っていうのは、なんか、戦うやつさ、ちゃんと来るかな。もうあいつ30時間ぐらい遅刻してる。あ、来た！おら、来たぞ、おら、赤坂や、おら。ちょっと待って、おかん。おら、おら、おら、え、何よ。装備強くない？いや、いや、え、あれ？え、俺、ダイヤ装備なんだけど。え、お前さ、ダイヤ装備で戦おうって約束したのに、なんでお前ネザライトなんだよ。あれ、ダイヤだったっけ？ごめんごめん、でもダイヤ持ってないから、ちょっと私、ネザライトで行かせていただくわ。あははは。まあ、大丈夫、大丈夫、勝てる、勝てる。まあまあ、おかん、クソザコだし、まあ、そんぐらいハンデあってもいいよ。いや、まだまだ勝負始まるじゃん。まだ勝負始まるじゃん。ああ、まだか。ああ、はいはい。じゃあもう、おかん、早速俺と PVP するぞ。よーし、今回はね、あの息子の日頃の鬱憤を。聞いてないじゃない。あれ？お前、あれ？弱いな、お前。おい、おい、あれ？だって、おい、だって、おい。なにこれ、続くない。ちょっと待って、あれ？ちょっと待って、あれ？お前、弱くない？おい。お前、盾使った方がいいぞ、ちゃんと。盾ってどうやって使うの？お前、めっちゃクソだな。あ、こうか、こうか。オッケー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 。装備強くても、やっぱり雑魚は雑魚だな。あ、強い。うまいな、お前。理解した、理解した、理解した。逃げ、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 逃げ。あ、やばい、ちょっと待って。死ぬ。死ぬ。うまいぞ、お前。死なねえだろ、まだ。うわ、なんだ、この地味すぎる戦い。あ、ゴミ息子。あー、クソが。ゴミクソ、おかんが。私の方が発達だよ。なんか、お前の方が装備どう考えたら強いのにいい勝負なの、なんだ。やばい、待って、やばいぞ。やばい。こういうのね、こういうのに滑る、こういうのに滑る。やばい、死ぬ。いい勝負してんじゃない？危ない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 、危ないことするね君。死ぬ。あ、痛い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 。やばい、死ぬ。待って、やばい。あ、やったー！私の勝利よ、赤坂君。圧勝しちゃったわ、私。いや、お前強いな。いや、私ほんと強いな。いや、ほんと私。いや、でも強いと思ったけど、お前それ装備反則だろ。いやいや、これも実力のうちなのよ。いや、ほんと赤坂君ね、私に勝てないだなってね、ほんとに若いくせに何なのかしら、私のこと言ってもババアって言うけど、ほんとにババアっていうか、受けてるのはあなたの方じゃないのかしら。いや、本当にあなたはね、本当に強いと見せかけて、本当そんな弱くてね。いや、本当に何なのかしら、あなたって子は。本当にもう惨めな子だわね。本当にあなた自分のこと考えてみたことあるの？本当に私より強いと見せかけて弱くてね。本当にあれ、赤坂、あれ、あれ、赤坂どこ行ったの？あれ、赤坂、赤坂ちょっとうざすぎるからちょっと逃げてきたわ。いや、あいつさすがに煽りすぎだろ。あれ、よくあそこまで煽れるな。才能なさ、あそこまで煽れんの。いや、腹立つわ。めっちゃ腹立つわ。一回負けただけであんな煽ってくんの。しかも若干不正してるし。あー、もうこれはあいつにいたずらするしかないわ。あいつの腰がもう抜けるぐらいのいたずらを今からしていこうと思います。それ今回はね、家に帰ってきたら赤坂が100体いるドッキリ、これを仕掛けていこうと思います。もう普通にね、家のドア開けたらもう赤坂が100体いる。もうそれはそれは驚くでしょう。こちらもっとね、大量に召喚していきたいと思います。開きました。こちら偽物の赤坂でございます。2,3,4,5,6,7,8,9,10。 まずは10体召喚しました。いやー、赤坂がいっぱいいて最高だな。もう幸せだよ。おかん喜ぶんじゃない、こんな大量の赤坂いたら。11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40。 いや、ちょっとこう目の気持ち悪くない？ちょっと自分で言うのもあれだよ。自分で言うのもあれだけど気持ち悪いわ、俺。41、42、43、46、45、46、47、48、49、はい、50、やっと半分。51、52、53、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、80、81、82、83、84、85、86、87、89、90、あと10体。91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、来ました。キモい。で、上行ってもいますからね。上行ってもちょっといますから。で、これで、おかんのことを見かけたら多分攻撃するようになってるんで。さあ、ちょっとこれでね、早速、ちょっとおかんのことを家に呼びたいと思います。はい、はい、窓から丸見えだな。ちょっと窓封印しとくか。窓から見えちゃうから窓封印しよう。よし、オッケー。じゃあ、おかんのこと呼ぼう。
ありましたね。まだ煽ってんのか。おらおら、あおかん、次赤楚が来たら倒してやる。おら、あ、なに、あ、誰だ、あ、先生、もう先生、勝負待ってる、勝負待ってる、勝負待ってる、あ、待って、あ、家の中でもう一回勝負しない、俺と家で、あ、まあいいわよ、家の中でもう一回俺と勝負しようぜ。はいはいはい、オッケーオッケー。家だったら勝てる自信あるわ。意味がわかんないけど、家で勝負しようぜ。ほらほら、入って入って、いいの、そのところ、おら、うわ、ねえ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 、待って待って待って、気持ち悪い、気持ち、ねえ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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ねえ、どんだけ、お、おい、なにこれ、家入れ、家入れ、いや入れないか、こんなにじゃ、ほら、家で俺と勝負しろよ。うわ、気持ち悪い、気持ち悪い、家に、あ、やばいやばい、え、おっかん大丈夫、あ、やばい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 、気持ち悪い、気持ち悪い、こいつら、おい、地獄、あ、ちょっと待って、リスキル、リスキル、あ、やばい、あ、やばい、あ、やばい、リスキルでございます。助けて、助けて、助けて、わかんなかった、ごめんなさい、私が悪かった。いや、お前あんなに俺のことさっき煽ったんだから、お前この赤坂倒してみろよ、お前。これ倒せ、私が悪かった。私が悪い。悪かったじゃなくて、倒せって。私が悪い、私が悪いわ。2階に避難しましょう、1階。あの、2階も行けない、これ、やばい。え、おっか、ほら、逃げろ、逃げろ、逃げろ。逃げろ、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 ああ、雑魚だわねえ。あ、じゃあ近づいてみたら。あ、嘘、ごめんなさい、ごめんなさい。強すぎて、本当にすいませんでした、赤坂様。すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした。でも気持ち悪かったわよ。は？お前、あんなに俺がいっぱいいたらハッピーだろ、お前。気持ち悪いのよ。ほら、あそこ覗いてみ、ほら。ほら、可愛い子がいっぱいいるでしょ、ほら。気持ち悪い、本当に。聞こえるこの足音。あ、ちょっと、バカ、バカ野郎、何しとんねん、お前。おい、ちょっと、バカ野郎、バカ、バカ、バカ。もう怖いわこの世界。いやー怖いね。いやおかん、ちょっと家入ろう。また赤坂だよ。うわ待って、なほら大量の自分だよ。ねえまたキモい。お前自分だよ、自分だよ、これ自分だよ。あ、かわいい、かわいい、かわいい、ちょっといすぎ、いすぎ、ね、攻撃してこないで、ね、攻撃しないで、私のことやめて、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 気持ち悪いな、やめて、やめてよ。おかんのことを殺し終わったらもう一気に静かになるの面白いな。でおかんスポンしてみて。何の恨みがあるっていうのよ私に。何の恨みが。お前自分で自分のこと攻撃しまくってるやん。何の恨みがあんのよ。やめてよ。